お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。今日はですね、皆さんにご報告が一つございまして、はい、なんとじゃん、YouTube で箱が届きました。これね、多分YouTube めっちゃ見てる人はね、あれかっていうのがわかると思うんですけど、ついにロシアもこれ手に入れました。開けてみたいと思います。じゃーん、お手紙が入っております。こんな感じでお手紙が入ってます。まあ、英語読める人はもうあれだねっていうのが分かると思うんですけど、でこのスポンジを剥がすとですね、イエーイ、来ました、10万人の盾が来ました。銀の再生ボタン、登録者10万人の銀色のボタンです。じゃーん、ちゃんとルシアン佐藤って書いてあります。10万人おめでとうだそうです。嬉しいですね。いやー、もう本当にみんなのおかげです。皆さんがね、いっぱい見てくれるおかげでですね、こうして私もこの銀の再生ボタンでお祝いをしてもらいました。本当に皆さんありがとうございます。今ね、私のチャンネルはですね、皆さんのおかげもあってすくすくと13万人に成長しておりまして、はい、ありがとうございます。まあね、次の再生ボタンは金のやつが100万人になるともらえるみたいなんですけど、はい、まあね、食べるのも大好きだし、料理をするのも大好きだしということでですね、まだまだ食べたい料理、作りたい料理がたくさんあるので、どんどんみんなに楽しんでもらえる料理をできるように、食べる姿を見てもらえるように、これからも頑張ってですね、100万人目指していきたいと思いますので、皆さんこれからも引き続きよろしくお願いします。ちょっとこれ届いた時にね、あまりにもニヤニヤしてですね、会社の人に嬉しそうだねっていう風にしみじみ言われました。はい、これはまたちょっとあれですね、どこに飾ろうかなっていう感じなんですけど、まあ、会社の入り口にでも飾るんですかね。みんなに見てもらえるところに飾って自慢したいと思います。はい、お腹が空いたらモンスター。今回の動画はここまでです。今日はですね、サクッと短かったんですけど、はい、ボタンが来たよというみんなへの報告動画でした。それではまた明日かな、お料理を作って食べる動画でお会いしましょう。バイバーイ。